ダニエル・ウエスト・ン・ワースは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス市ノースリッチ地区出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。ペッパーライン大学出身で、この時のチームメイトに、チェイス・ダーノーがいる。2007年の MLB ドラフト2巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。2010年5月16日のボストン・レッドソックス戦で、メジャーデビュー。 しかし、その後は、トリプル A 級、トレド・マッド・ヘンズとの往復が続き、メジャー定着には至らなかった。2011年のテキサス・レンジャーズとのリーグ、優勝決定シリーズでは、デルモン・ヤングの負傷で二類種のライアン・レイバーンが、左翼に回ることになったため、控え内野手として、ロースターに入った。2013年12月13日に、ジョバ・チェンバレンの加入に伴って、 リーフとなり、12月16日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級トレードに降格することが発表された。2014年は、トリプル A 級トレードで開幕を迎え、4月20日に、タイガースとメジャー契約を結んだ。5月22日のレンジャーズ戦では、大差でリードをされたため、投手として登板。サイド気味からのナックルボールで1回を1安打。 無視点に三振を奪う回答を演じた。6月4日にディーフとなり、6日に40人枠を外れる形でトリプル A 級トレードに降格した。オフの10月12日に FA となった。2014年12月15日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2015年は参加のトリプル A 級入りの A シズでプレーし、106試合に出場して打率。 314.6本類が47打点、6盗塁の成績を残すもメジャーでの出場はなかった。オフの11月6日に FA となった。2016年1月26日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。開幕は参加の AAA 級フレズのグリズリーズで迎え、6月14日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。 7月25日にディーフとなった。2016年11月16日、韓国プロ野球の s k ワイバーンズと契約。しかし1軍で3試合にしか出場できず、2017年5月5日にウェーバー工事された。2018年7月にペパーダイン大学のアシスタントコーチになった。ありがとうございます。